辛いもの得意な子は？あれ原田じゃないの？好きなんですけど、うん、私韓国料理みたいな感じの辛いのは大好きなんですよ。唐辛子？はい、うん、でもなんかちょっとさっきの麻婆豆腐とか見てると苦手で。山椒とかの辛さね。スンドゥブとかだったらよかったんだ。はい。苦手は？得意だとは思うんですけど、今までのみんなの反応を見てちょっと怖い、うん、いやそうだよ ね、 そうですね。だってみんな得意だ。なんなら私完食できますって言ってたけど、うん、ここに来たらやっぱもう辛い辛い。直前で守屋の特攻食いを見たらね、死ぬ覚悟する。あれあれあれ守屋かあれ。いきます、どうぞ。うまそう、うまそう。あすぐには来ないから。あった。あれ、また埼玉の妖怪が。なんでブロック。よーいスタート。さあ、どんな感じなんだろう。さあ、いった。あ、辛い。でもそんなもん？あ、辛いぐらい？あれ？お、みんな？あれ？こいつら味覚バカ。あれ？平手もすげえいってるよ。ねえ。大丈夫？おいしい。おお。そう。鈴本もい。俺も鈴本泣くな。鈴本もう行くぞ。あれ？原田もバクバクいってますよ。なんだこいつら。なんだ、原田が一気に流し込んだ。このまま勝負が決まった。終わった終わった終わった。え、待って、終了。すごい、何これ。しかも何このグループ、七田チャンス誰も使わねえじゃん。誰も使わない。散々やっぱ辛いは辛いんだね。みんなもこれはやばいな。だんだんやっぱこの後から今。あれ平手もかわいいチャンス来てますよ。平手さん、なんだよ平手、平手さんお前なんだよ。お前土田チャンス、かわいい2回目にかわいいチャンス。お前勝手にかわいくなんじゃねえよ。土田チャンスでいないだろ。真夏の激辛クイーン決勝戦。これも全て今泉のブログから始まってんですけどね。あ、そうだわ、早々に向こうで笑顔ですからね。楽しみです、ね、食べていただく激辛料理を発表したいと思います。こちらです、どうぞ。激辛、うわー、蒙古タンメン中本さんのこちら北極。麺もうまいのよ。スープ飲むんかい。笑い始めたぜ。あの澤部さんがうまい。それでは皆さん準備はよろしいですか。激辛クイーンがここで決まります。決勝戦よーいスタート。さあどうだどうだ。やっぱ決勝ともなるとみんな静かですね。落ち着いて、もう悟りを開いてるみたいな。そうですね。お、原田いった、いった。原田には負けたくない守屋。すごいライバル心ですね、あそこは。さあ志田どうですか。麺だけだと意外にいける。麺だ、いくね。おっと、あれ、これは今のは一時停止の画面ですか。今、ね、今フリーズ、フリーズですかね。機材トラブルか、これは。あれ、なんでしょう、これは。あ、でも麺はプルプル動いてる。うん、志田、原田に負けてるよ。やだやだ。全員すげえな。原田に対するライバル心みんなすげえな。原田に負けたくない。ただ原田が早い早い。原田に負け、原田が激辛クイーンになるのか。やっぱ強いわ。原田に迫っているのは菅井か。そうですよ。頑張って。ああ、守屋
もう守屋と志田はダメかな。守屋の思いは菅井様に託された。でも原田がもう、いやもう原田なくなるよ。さあ痛かったら土田チャンスもありますよ。皆さん忘れてるかもしれませんけども、みんな可愛くなりたい。じゃあどっちかで、じゃあ土田チャンス行こう。完全にみんな土田チャンス忘れてましたね。さあさあさあ2カメに来た。2カメに可愛い志田が、可愛い、どっちだどっちだどっちだ。体がもう、あっ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 、どうだどうだ、あっあっ、違う、そして原田も同時に食べ終わったが、これは同時ですね。クイーンは菅井原田の同時優勝。確かにこれは今回大会委員長の今泉さん盛り上がりましたね。盛り上がりました。ぜひ違う番組でも頑張っていただきたい。お前何だろう。ということで第2回目でまたお会いしましょう。以上、激辛クイーン決定戦でございました。欅坂46自分ヒストリー。これから私の18年間の歴史を紹介していきたいと思います、うん、まずは幼少期の写真をいくつか用意したのでご覧ください。おう、生まれたばかり。もうあ、もう完全に鶴瓶師匠ですね。これリサ、これ人形じゃないの。あ、笑ってる。なんかこれは可愛い。男の子みたいな。そうだね、男の子みたいだね。私は7歳の時にあることを全力で拒否しました、うん、それがこちらです。七五三を拒否。ね、七五三あるの拒否権。なんか3歳の時はこうおとなしくしてたんですけど、うんうん、まあ、なんかこうされちゃうもんね、あれって。そうなんです。でも7歳の時はもう着物が嫌で締め付けられてる感じとか、うんうん、で写真撮られるのも好きじゃなくて、うん、写真とか撮ってないです、7歳の頃。そのぐらいの年頃の時で千歳飴あげときは喜んで食べてる。ねえ、でも綺麗な格好できるから。着物があるので、うん、いくつか紹介します、はい。まず一つ目はこちらです。もやし。俺そういうことじゃないと思ったんだけど。そう、そうなんですよね、うん、もっとなんかね、学生にハマってたって、ね、そうですね。なんか周りがダイエットし始めて、うん、なんか自分もしなくちゃと思って、うん、学校にお弁当代わりにもやしの茹でたのだけ持ってって、うん、ドレッシングを学校でかけて、一食がこれみたいな、もやし。そうかね、はい、だからその場合エピソードだと、そのハマってたのダイエットでもやしをたくさん食べてましたの方が綺麗だよね、うん、そうですね。もやしやっぱりちょっともうなんならもやしとか、ね、栽培してるのかなとかね、勝手にいろんなこと思っちゃうんだね。続いて私がハマったものはこちら、お菓子作り。これこれ、そういうことでしょう。いくつぐらいの時よ。まあでも高校入ってからとか、バレンタインとかに、うん、学校で友達と交換試合をしてたのがきっかけで、うん、バレンタインじゃない時でもお菓子を作って学校持ってって、みんなで交換するっていう時期があって、はま、みんなで流行ってて、みんなでハマったんだ、はい。私が欅坂46のオーディションを受けるわけですが、応募したのは勢い。勢い？いや、でもほらこれ何の勢いなんて話だよね。確かに友達にその欅坂のオーディションがあるよって教えてもらって、うんうん、受かると思ってなかったんで、うん、本当にもう流された。なんかちょっと試しに送ってみようかなぐらいの感じだったんだ。そうですね、ノリとかそういう向いてないなと思ったりもするんですけど、うん、普通の高校生じゃできなかったことをできない、ね、そうだよね、できさせていただいてるので、うん、すごい楽しいです。そうね、はい、ちょっとね、じゃあ18歳になったこう意気込みといいますか、はい、最後じゃあお願いします。今まで以上に責任感を持って欅坂の活動を頑張っていきたいと思います。はい、おめでとうございます。渡辺梨沙でした。